NHK の鈴木直子アナウンサー、41、が31日、MC を務める情報番組、朝一、月曜から金曜前8、15、においでえん。8月14日に放送されるドラマ、アナウンサーたちの戦争、50、0、を告知した。ドラマで志村正頼役を演じる俳優、大東俊介、37、が役柄への思いを語ると、鈴木アナは、私もちょっとしっかり先輩方の思いをちゃんと見届けなきゃなっていう風に思いました、と気を引き締めていた。アナウンサーたちの戦争あらすじ、太平洋。戦争では、日本軍の戦いをもう一つの戦いが支えていた。ラジオ放送による電波戦、ナチスのプロパガンダ戦に倣い、声の力で戦意高揚、国威発揚を図り、偽情報で敵を混乱させた。言ったのは日本放送協会とそのアナウンサーたち。戦時中の彼らの活動を、事実をもとにドラマ化して放送と戦争の知られざる関わりを書く。国民にとって太平洋戦争はラジオの開戦ニュースで始まり、玉音放送で終わった。くしくも両方に関わったのが天才と呼ばれたわ。多神剣アナ、森田剛、と新進気鋭の盾の森尾アナ、高良健吾。1941年12月8日、大本営からの開戦の第一報を和田が受け、それを盾野が力強く読み、国民を熱狂させた。以後、和田も盾野も初戦の勝利を力強く伝え続け、国民の戦意を高揚させた。同僚アナたちは南方占領地に開設した放送局に次々と赴任し、現地の日本化を進めた。和田の恩人、メラ・タダマロ、安田健、も、電波戦士、として前線のマニラ放送局に派遣される。一方、新人女性。アナウンサーの三重子、橋本愛、は、OC 放送を求める軍や情報局の圧力で活躍の場を奪われる。やがて戦況悪化の中、大本営発表を疑問視し始めた和田と、国家の宣伝者を辞任する盾野は伝え方をめぐって激しく衝突する。出陣学徒を勇ましく送り出す実況を任され、叩く。どうする和田を、妻となった三重子が叱咤し目覚めさせる。そして盾野もインパール作戦の最前線に派遣され、戦争の現実を自ら知ることになる。戦争末期、マニラでは最後の放送を終えたメラニ米軍機が迫る。そして戦争終結に向け動き出した和田たちにも銃口が迫る。